ゲオルクレオフォン・カプリビは、ドイツの軍人、政治家、オット・フォン・ビスマルクの後を継いで、1890年3月から1894年10月まで、ドイツ帝国最相を務めた。1831年2月24日、ベルリンのシャルロッテンブルク地区で生まれる、父のユリウス・レオポルト・フォン・カプリビは、最高裁判所判事及び貴族院議員を務めた。聖は、イタリア系。 スロベニア系であり、ドレンスカ地方コチェビエが発祥の地とされている。しかし、カプリビ家の起源についてはこの説を否定する見解もある。1849年に、プロイセン王国陸軍に入隊し、第二次シュレースビヒ戦争に従軍した。1866年に、フリードリヒカールの参謀として、広島戦争に、1870年に、第十軍参謀として、 不仏戦争にそれぞれ従軍している。カプリビは、不仏戦争の選考により、プールルメリット勲章を授与され、中佐に昇進した。不仏戦争後はプロイセン戦争省に配属され、1882年にメッツに駐留する、第30不評師団長に任命される。1883年に、ドイツ帝国海軍本部長官に就任する。この人事は、 海軍将校たちからは不評だったが、カプリビは軍官僚として組織管理に優れた才能を発揮した。1888年、ビルヘルム2世紀の政策転換により、海軍本部長官を辞任し、ハノーファー中流の第10軍司令官に転任した。最小カプリビ1890年3月、ベルリンに召喚され、ビスマルクの解任を伝えられ、公認として、 帝国最小に任命される。もっとも、ビスマルクの後を襲うことは不本意であったようで、どんな愚か者がビスマルクの後を継ぐことなど、あえてするだろうかと語っていた。カプリビ内閣は、国内外の施策において、新しい方針を提示した。内政ではドイツ社会民主党との融和策を取り、外交政策では、新英路線を取った。 1890年7月にはイギリスとの間にヘルゴランド・ザンジバル条約を締結し、イギリスはザンジバルと引き換えにヘルゴランド島をドイツに割上した。また、ドイツ領南西アフリカにアフリカ東海岸のタンガニー海通じるルートであるザンベジ川へのアクセスを得るため内陸部を併合した。カプリビは進歩主義政策を実施し、1890年に 産業裁判所を設立して、労使紛争の調停を行わせると同時に13歳未満の子供の雇用を禁止し、13歳から18歳の労働時間は1日10時間以内に定めた。1891年には、日曜日の労働禁止と最低賃金制度の導入、女性の労働時間を1日11時間以内に定めた。しかし、自由貿易政策を推進しようとしたが、 国内の保守層や植民地獲得を主張する人々を中心とする保護貿易論者の反対にあった。また、軍事面ではアルフレート・フォン・バルダー勢が主張したロシア帝国に対する予防戦争に反対していたが、反ロシア政策を取るビルヘルム2世と外務省のフリードリヒ・アウグスト・フォン・ホルシュタインの主導によりドクロ、再保障条約の更新が拒否された。 1892年には教育関係法案を提出するが、保守党の反対により否決され、国民自由党や中央党の支持も失った。これにより兼務していたプロイセン首相を辞任し、ボートツーオイレンブルクが公認となった。しかし、プロイセン首相辞任により、権力が分散してしまい、国政の掌握に困難を感じたカプリビーは1894年に帝国宰相を辞任し、 クロートビーホーエンローへシリングスフィルストが公認となり、再びドイツ最小とプロイセン首相が兼任されることになった。ありがとうございます。